が殺されるくらいならやる価値はあるだろう。本当に最後の最後、正真正銘の奥の手だ。それ早く言えよ。そんな言い手があんなら。クラマ、頼む。覚悟ならとっくにできてる。いいんだな。ああ、火影になった日から。いや、火影を目指したあの日からな。やつか。どうしよう。もう心配いらねえぞ、ボルト。あいつは俺が倒す。ニーラン、まだそんな奥の手を隠してやがったとはな。なんだその目は。ボルト、いいか、やるな。こいつは今までの形態とは全くの別物だ。命が尽きるその時までな。エネルギーはわしとお前のチャクラを原料として消費しながら作られる。貴様、余計な邪念を取っ払うことだ。無駄な動きはできるだけ控えろ。なめるな、加藤氏。続けるためのコツだと思える。いつの間にあれほどの力を。バカな、来いよ大つつき。you
その急激な能力の強化は思った以上に消耗が激しい。まさに命を削る捨て身の大博打だったわけか。残念だが、お前の賭けは失敗だったようだな、渦巻きナルト。何が起きた？なんだ？吐血だと、バカな。貴様、何をしやがった？どっちが先にくたばるか。なんてことだ、まさか。こっからだぜ、本当の賭けはよ。この力は強力だ。間違いなく奴を凌駕するだろう。だがな、命を削る。ただデメリットが大きすぎる。そのデメリットこそが重要なんだ。わしらの命を削って生まれるこの力は、チャクラってのは繋がってるからな。それに触れる奴の命をも同様に削り取る。なんてことだ、くそ。間違いない。残りの寿命が急激に減っている。いつの間にか30分を切っている。まだ20時間以上残っていたはず。こいつの攻撃、ものがまずい。威力は問題ではない、これを食らうこと。ドキーカー通しが。ざまあ見ろ、今さら手遅れだぜ。黙れ虫けら。このチョクロ、やはり最後に勝つのはこの大筒木一式だ。